弥生式文化安満遺跡安満遺跡は大阪府高槻市にある弥生時代の遺跡。三島平野の東端部に位置し、高槻市東部を流れる日の清川が形成した扇状地に立地している。国の史跡に指定されている。遺跡は1928年に京都大学大学院農学・研究科付属農場建設工事の際に発見された。 さらに1966年頃から住宅開発が始まったことをきっかけに農場北側の発掘調査が行われ集落跡が広範囲に広がっていることから比較的大きい規模の集落がこの地に開けていたことが分かった。1928年の調査で多量の弥生時代の石器や土器が出土しこれらの出土品から弥生文化が北部九州から機内へ流入したと 初めて指摘された点で、学史上著名な遺跡である。また、この地位が、弥生文化を知る上で重要な遺跡であることから、農場北側、東西600メートル、南北100メートルの範囲が、国の史跡に指定されている。全体では、東西1500メートル、南北600メートルに及び、当時の土地利用が明らかになっている遺跡である。百六十六年から、 これまで50回以上に及ぶ発掘調査が行われている。かつて当地に存在した京都大学大学院農学研究科付属農場の移転に伴い、その跡地を含めた一帯を高槻市が安満遺跡公園として整備し、本遺跡を保存、活用するとともに防災機能を備えた大規模公園として整備する工事が進められている。2019年3月、 公園西側が一部開園。2021年3月には公園内全面開園された。三島地方で初めて米作を始めた土地であり、弥生時代前期から中期まで続いた集落があったとされている。居住群の周りに豪で巡らせる観光集落跡で、集落の南側に用水路を備えた水田が広がり、東側と西側は墓地になり、 法形修公募が100基以上確認されている。この辺りは、湿地帯で遺跡の北東に流れる日の木、小川の洪水や氾濫に脅かされることも多かったため、一時期山麓の柴谷遺跡などの高地性の集落へと移った形跡があったとされている。発掘調査から、集落は、弥生時代を通じて5段階の変遷をたどっていることが確認され、 大きく三段階で構成される。居住域が遺跡中央部南寄りの高台に設けられ、東西150メートル、南北140メートルの不整形な環号で囲まれた部分が中心となる。生産域である水田は居住域の南側の一段低くなった区域にあり、東西約400メートル、南北約150メートルの範囲に広がっている。母域は、 居住域の東方300メートルから500メートルの地域。中期では2段階の変遷がたどれる。居住域、生産域、母域のいずれもが前期と同じ場所で営まれるが、それぞれの規模は大きくなる。居住域はこれまでの区域とその北側200メートルの区域とに分かれ、生産域も前半の区域の他に東方に小規模な水田区が現れる。母域は、 前半のものが放置され遺跡の西部と中央北部に新たに設けられるようになる。このことはこれまで一つのグループのものであったのがこの時期に二つのグループに分化したものと考えることができる。また後期でも二つのグループに分かれている。中期に比べ規模は縮小すると同時に大きな変化が見られるようになる。後期でも二段階の変遷を認めることができるがその間に 大きな差はない。居住域は、前期以来の区域に規模を縮小しながら営まれるものと、その東方500メートルの地点で、これまで母域であった地域に設けられたものがあり、北の高台にあった居住域は消滅する。生産域は、それぞれの居住区の南側の低地に設けられているが、母域についてはまだ確認できていない。ありがとうございます。